私の名前は如月達夫。日本電波塔株式会社の役員として働く私は今、世界一難易度の高い建造物建設現場にやってきていた。さて監督、進捗のほどはどうなっている？はい、滞りは何一つありませんよ。むしろかなり早いペースだと思います。職人たち全員が頑張ってくれている証拠ですね。そうか、それならよかった。ま、安心して見ててくださいよ。今だってほら、ういっつった。こりゃまた一段とおめえな。おい、大丈夫ですか山さん。俺手伝いますよ。バッカロ、んなことしたら俺がまとめて運んでる意味がねえだろうが。手が空いてんなら上に行って溶接手伝ってきな。鉄骨は俺がそこまで運んでやるからよ。うっす。って言われてここに手伝いに来たと。はい、さすがやな。ちょうど人数が欲しかったところなんだ。早速働いてもらうぞ。了解っす。それじゃあまずは、うわ、コウさん、あっぶねえ。さすがに行っちまうかと思ったぜ。笑い事じゃないっすよ本当。まあまあ、こんなの日常茶飯事だからな。今さら危険なんぞ気にしてたって仕方ねえさ。俺たちが考えるべきことは納期までにこいつを完成させることだけ。お前もそれだけは頭にちゃんと入れとけよ。は、はい。ふう、なんとか大丈夫そうだな。頼むぞ職人たち、あなたたちだけが内藤さんの設計を実現できるんだ。この先の日本の未来のためにも、何としてでもこの東京タワーを完成させてくれ。その案が最初に出たのは NHK や日本テレビ放送などが放送を開始し、人々がテレビそのものに熱狂的になっていた頃だった。盛り場に駅、公園、街頭テレビを設置したら人はすぐに集まってくるね。そりゃその場所に行かなくてもいろんな興行を見られるテレビほど面白い娯楽なんて今の日本にはありませんからね。今の経済成長率を考えれば、いずれお茶の間にももっと普及していくでしょうね。だろうな、俺でもそう思う。この先必ずあらゆるメディアでテレビが天下を取ることになるだろう。だがそのためにはいくつかクリアしなければならない課題がある。電波範囲の狭さですね。この当時新たな娯楽として受け入れられたテレビだったが、それを見られるのは各放送局が自前で建てた170メートル規模の電波塔の範囲のみ。その距離はなんとわずかたったの半径70キロメートルだった。複数チャンネルを見ようものならいちいちアンテナの向きを変えなければならないほど面倒で手間がかかっていた。手としては電波塔を増やすことが簡単な解決策でしょうが、無理だな。そんなことをしてしまえばこの東京は鉄塔ばかりが立つ無機質な街へ早変わり、東京の景観を損なうことを許しはしないよ上は。ですよね。それ以外にも鉄塔を無差別に建ててしまえば羽田空港での離発着時に危険性が生じてしまう。それゆえに根本的な解決策は誰も成し得たことのない前代未聞のものに限られたのだ。ではやはりあの計画を。ああ、電波塔が何個も建てられないのなら一本に集中させるまで、170メートル級で足りないのならそれ以上の超巨大電波塔を建てるしか道はない。そうして動き始めたのがラジオ大阪や後に関西テレビ放送の社長にもつく前田久吉が創設者の日本電波塔株式会社。前田社長は関東一円にテレビ電波を届けるため世界最高高度の電波塔建設に着手したのだ。戦後復興と経済成長で人々のエネルギーが満ちているこの時代、世界初の試みだろうと俺が信じる日本人なら必ず成し遂げられるはずだ。こうして建設計画が進められることとなった日本電波塔、もとい東京タワー。設計は通天閣や名古屋テレビ塔、戦艦大和の鉄塔などを手掛けた構造力学のエキスパート内藤多忠と日建設計が共同で担当。そこに郵政省電波管理局長浜田重則や実業家鹿内信孝などが加わり、連日連夜激しい話し合いが行われていた。以上のことから我々はドイツのシュトゥットガルトテレビ塔を参考にし、鉄筋コンクリートの塔を作るべきだと思います。案はありがとう内藤君、だがそれは却下だ。え、理由は2つ。
一つは単純に基礎工事における敷地の関係から鉄塔でなければ作業が難しいこと。二つ目は建設するからには世界一高い塔でなければ意味がないからだ。そのためにも求める条件はアンテナを含めた380メートル。 380? それはいくらなんでも無茶ですよ。だが無理ではない。我々日本人は1300年も前にすでに高さ57メートルの五重の塔を作り上げているのだ。それを考えれば科学技術が発展した今なら380メートルは実現可能な高さだろう。ですが私も前田社長の意見に賛成だ。浜田さんまで。世界最大という肩書きはそれだけで人を呼べるからな。パリのエッフェル塔を超える塔を作り展望台を設けて集客すれば建設費はたったの10年で元が取れる。それにそんな塔が日本にそびえ立つとなれば戦後復興の象徴として世界にアピールすることも可能だ。わかりました。そこまで言うのなら300メートル級の電波塔の設計を行いましょう。この私が何とかしてみせます。その後風の影響による映像の乱れなどを鑑み計算に計算を重ね導き出された最終案が全高333メートル。その偶然の並びが世界一への道に踏み出す大きな一歩となるのだった。高さが決まり先端のアンテナの揺れも計算しタワーの副次効果も分かったところであとは本格的に設計に移るのみ。けれどさすがは前代未聞の行いというべきかエキスパートの内藤をもってしてもその設計は簡単なものではなかった。求められる最重要条件は東京湾から吹く風速90メートルへの耐風性と関東大震災クラスの地震に耐えられる耐震性。それを日本一の電波塔で行うには当たり前だがこの時代に精密な立体骨組みモデルを行えるソフトウェアなんて存在しない。机上で構造計算を繰り返すことなんと3ヶ月。電気溶接なら軽量化が可能だがここはあえて確実なリベット接合を使うとして構造は高い強度を誇るトラス構造を採用。等脚間隔は 88.0 メートル。強度保持用の素材は朝鮮戦争で払い下げられた米国の戦車の鉄を使い、やったこれで完成だ。どうだみんな、我ながら傑作だ。こんなに素晴らしい眺めはないぞ。おお。最終チェックは早稲田の保養所にて3日間缶詰め状態で行われ1万枚以上のトライアンドエラーの末についに設計図が完成した。あとはこれを竹中工務店や新三菱重工宮地建設工業に持っていけば東京タワーは完成する。そうしてそんな戦いの末に昭和32年6月、工事が開始。総勢およそ22万人の職人たちの手で東京タワーは作られていくのだった。東京タワーの建設を任せられたとはいえ彼らで大丈夫なんですかね。若頭なんてまだ25歳なんでしょ。もっとベテランの人たちを集めなくていいんですか。なに、若いとはいえ彼らは全国からかき集められたよりすぐりの飛び職人だ。心配は無用だよ。だといいんですが、日本の建設伝統を受け継ぎ戦後復興の最前線に立っていた飛び職人たちだ。その腕は信頼できる。ただ彼らの前に立つのは伝統の中にはない史上最新にして最高難易度の建築物だ。未来には大型クレーンなるものがあるらしいがこの時代にそんなものはない。設計図の時と同様に全てが人力だった。本来なら何年かかるかわからない代物だぞ。果たして納期までに間に合うのか。ところがそんな私の不安を彼らはいとも簡単に吹き飛ばした。山さん、現場見に来た人が命綱を用意してくれたみたいですけどどうします。命綱なもん必要ねえよ。命綱なんざいちいちつけてたら動きにくいじゃねえか。ですよね、俺もそう言ったんですけど。まあ気持ちだけもらっとこう。そんなことより今日もハードだがいけるか。もちろんす。あんなに上にいるのに命綱なし。しかも今日は強風が吹いてるんだぞ。いくら動きにくくなるからってそんな命知らずな。大丈夫ですよ如月さん、
内藤さんのおかげで足元はしっかりしていますからね。ゴンドラもありますし、足場が問題ないならあそこは俺たちにとって地面も当然だから、ご安心ください。あのペースなら必ず納期に間に合いますから。単純に高い身体能力というだけではない、人並み外れた胆力と経験や勘で次々作業を進めていく飛び職人たち、足場はわずか30センチメートル、それなのに1トンの鉄骨を8人で運んだりなどして1日をそこで過ごすのだ。おかげで私が予測していたペースよりはるかに早かった。ふぅ、ここが上空40メートルの景色か。いい景色だね。タバコがうめえや。毎日ハイペースで進められる建築、そしてそれを可能としたのがこれまた命知らずの連携プレーだった。それは800度まで熱した鋲です。これを鉄骨の穴に入れてハンマーで叩いて溶接するんですよ。あー、なるほど。あれ、でもその状態を地上でやったら上に到達する頃には冷めてるんじゃ。耐震とかを考えると溶接は完璧にしなければならない。ただ彼らが立つ先は上空300メートル、そこまでどうやって鋲を冷まさずに持っていくかが鬼門だったのだが、大丈夫ですよ、こうやるんで。はあ、どうだ、あぶねえ。おい、もっと近くに投げてくれ。悪い悪い、でもナイスキャッチ。それはまさに命がけのバケツリレー。一歩足を踏み外せば固い地面に叩きつけられるというのに、それをものともしない飛び職人たち、建築における誇りと仲間との深い信頼がそこからは感じられていた。そしてそれを繰り返すことおよそ28万回、驚異的なリレー回数の末に東京タワーは建てられたのであった。これが最後の一投、333メートル先までしっかり持っていけよ。不幸にもこの施工中に一人の尊い命が失われてしまったが、飛び職人たちはそれを目の当たりにしても誇りと意志を胸にペースは落とさない。命綱はつけないまま施工は進められ、残すは全長94メートル、重さ132トンのアンテナの取り付け作業のみ。長かった戦いもこれで終わり。一番難しいが気合入れろよお前ら。そして工事開始からたった1年半、納期に遅れることもなく、昭和33年、333メートルの東京タワーは完成した。竣工だな。みんな本当にお疲れさん、よくやった。お前たちとこの東京タワーは俺たち飛び職人の誇りだ。おお、人力での鉄骨運搬に命綱なしと上空に向かってのバケツリレー、前代未聞の電波塔建設を全て手作業で行っていたのだから本当に驚きだ。それゆえに東京タワーは戦後復興の象徴としてふさわしく、また飛び職人たちの技術や魂は日本人の底力を深く感じさせてくれるものだった。世界に誇るというのはこういう時に使うんだろうな。携わった人たち全員に心からの感謝を。その後、完成から1年後に伊勢湾台風が起きたり、2011年に東日本大震災が発生したりしたが、東京タワーはびくともしていない。また東京タワーの体力を最新解析ソフトで検証したことがあったそうだが、その数値は半世紀以上前に出されたものとほぼ一致したという。全て人力で行いながら自然の脅威に負けない日本人の力、その技術と意志はこれからも受け継いでいかなければならないだろう。